クルブでフットボールバダロナは、スペインカタルーニャ州バルセロナ県バダロナに本拠地を置く、サッカークラブ。1903年に設立された。現在は、セグンダディビジオン B に所属している。バダロナは、バルセロナに隣接する町である。男子のトップチームに加えて、女子チームもある。2000年代初頭には、クラブ消滅の危機に瀕していたこともある。 エスタディムニシパル1903年にフットボールベトロ、クラブとして設立され、5年後に FC バダロナと改名された。クラブ過去所属した最上位リーグはセグンダリビシオンで合計14シーズンを在籍した。クラブは常に経済的な問題に悩まされ、同じバダロナに本拠地を置くバスケットボールクラブのホベントゥーとバダローナに人気が流れたこともあって、 2000年前半には、クラブとしての実態が、ほぼ消滅した。その後、ウニオド・エル・エス・ポート・ボディーロニと合併、現在の CAF、バダロナに改名し2004年から、セグンダ・ディビシオン B に参戦した。2015年1月、1936年以来、ホームスタジアムとして使用されてきたカンプデル・センテナリが、取り壊された。 2017年1月29日に開設される新スタジアムが完成するまでクラブはカンプデモンテガラに一時的に移転した。2017年1月29日4170人収容のエスタディムニシパルが会場した。ありがとうございます。